ブリーズカーバーズの山本です。好きなものはやっぱ第一は漫画で、まあ、電車の行き帰りとか朝起きる起きた後に目覚まし代わりみたいな感じで読んだりとか、まあ、すごい楽しくて人生で一番もちろんかわかんないけどすごい楽しいなって思って、好きな食べ物はもういつでもどこでもウニで、食感とか味がたまらないですよね。で最近アボカドとかマサネココにもハマっちゃって、マサネココはすごい食感がやっぱ良くてカリカリした感じがすごい美味しいなって思って、アボカドは醤油つけるとおっとりの味がするところが好きです。学校とかで好きな曲はやっぱ音楽なんですけど、やっぱ音楽大好きです。でも英語も前は好きだったんですけど、だんだんすごい、初めの方はちょっと簡単だったんですけど、だんだん最近になるとちょっと難しくなってきて、でもゲームとかしてやるんで大好きです。学校とかお仕事がやっぱすごい楽しくて、学校ではなんか中学校に入る前はなんかすごい友達できるかなとか勉強ついていけるかなとかすごい不安だらけだったんですけど、でも実際やってみると、まあ、中間テストとか期末テストはやっぱつらいけど、みんなと一緒に勉強したり遊んだり食べたりで給食食べたりデザートが美味しかったりとかいろんな友達ができてすごい嬉しくて、でお仕事はやっぱ音楽とか動くことが大好きで楽しくて、なんか辛いなとか思った時はメンバーに言葉をかけてもらったりとか言っていて、その自分の強い心がその強くなったりして、でも逆にメンバーだったらなんか心配事とか困ってたりしたらいいアドバイスができたりとか、ただ聞いてあげるだけとか、自分ができることがちょっとでもあればいいなとか思ったり。以上、ビリーズカーバー作るのがももかでした。